東欧諸国のビザンティン建築では、ブルガリアやロシア、ルーマニアに伝播したビザンティン建築を便宜的にまとめる。東ローマ帝国の千年以上もの長期にわたる、歴史は一様ではなく、その支配領域は絶えず変化し続けた。周辺地域へのビザンティン建築の影響について考えるとき、必ず直面するのがこの問題であり、バルカン半島南部とアナトリア半島以外の、 建築物であっても、ある時期のある地域の建築物は、ビサンティン建築の項で取り上げられたとしても不思議ではなく、その逆も考えられる。また、特定の建築的伝統を保持した勢力が、ビサンティン建築を採用した場合は、その形態は、接中的なものになるが、アルメニア建築のように、ビサンティン建築そのものに影響を与えるような場合も、あった。しかし、これは、 ビザンティン建築の中で取り上げるにはあまりに複雑な背景を持つため、本校ではビザンティン建築とは別に東欧諸国へ波及していったビザンティン建築の影響について解説する。ブルガリア王、クルム島ローマ皇帝ニケフォロス一世の頭蓋骨で作らせた杯が王の前に差し出されようとしている。これは後代の伝説である。聖キュリロスと聖メトディオス中世に ビサンティン文化の影響下に入った東欧諸国は、聖教とその建築を受け入れ、多くの場合、東ローマ帝国が滅びた後もその伝統を守り続けた。しかし、長い歴史を紐解くと、東欧の諸民族と東ローマ帝国との接触は、決して和やかなものでも、安定したものでもなく、実際には、熾烈な衝突を繰り返した。 東ローマ帝国の文献には、北方からやってくるアバール人やマジャル人、ブルガール人といった敵対していた民族との戦いが数多く綴られている彼らのような異民族の中で600年頃にドナウ川を渡って南下したスラブ人の一部はバルカン半島に定住したが彼らは初期の段階では ローマ帝国に対抗し得る文化は持たず、ローマの建築を取り入れるような素地は全く持ち合わせていなかった。スラブ人は7世紀に、ブルガール人のブルガリア帝国、9世紀頃には、バリアーグのキエフルーシに組み込まれるなど、どちらかというと非支配層に甘んじていたが、その圧倒的な数の多さと素早く、異文化を吸収する能力でこれらのヒスラブ系民族を同化していき、 バルカン半島では10世紀までに最も数の多い民族となっていた。東ローマ帝国にとって最初の脅威となったブルガリア帝国は首都コンスタンティノポリスに近く、またその信仰を遮るもののない場所に成立した勢力であった。一時的にフランク王国とも結ばれ、東ローマ帝国を大いに悩ませたが、9世紀にイスラームに対して軍事的優位に立ち、 東方の脅威を取り除いた東ローマは、フランク王国に対抗すべく、スラブ人をキリスト教化していった。聖キュリロスと聖メトディオスの施設団によるモラビア王国の布教活動と、その後の聖メトディオスによるパンノニア、ブルガリアの布教活動によって、ブルガリア帝国はキリスト教を受け入れることとなり、建築についての知識を持たなかったこの地域は、 東ローマ帝国の思考技術や知識を積極的に取り入れることになる。東ローマ帝国にとって、ブルガリアの次に脅威となったのは、ルーシであった。中世には、ヨーロッパ屈指の勢力を誇っており、9世紀から10世紀にかけて、艦隊を伴って、コンスタンティノポリスを包囲するほどの軍事能力を備えていた。東ローマ帝国のキリスト教の伝道師は7世紀には、 派遣されたが、北欧の神々を信仰する彼らの改修については、かなりの時間を要し、ウラジーミル一世が、キリスト教を国教と定めたのは、ようやく10世紀末のことであった。しかし、ブルガリア帝国を牽制したい東ローマ帝国は、ルーシを懐収することを望んだため、両者の交流は10世紀末から急速に親密となった。この時期、ブルガリア帝国は、 皇帝バシレオス2世によって画界寸前にあり、スラブ人のキリスト教文化は彼らルーシによって継承されることとなった。セルビア人がキリスト教に改修したのはブルガリアとほぼ時を同じくすると考えられている。しかし当初はブルガリア帝国に隣接するこの地域はあまり重要視されておらず、ブルガリア帝国と東ローマ帝国の勢力範囲にも組み込まれることが、 あった。旧ユーゴスラビア圏において、セルビア人による強力な国家が誕生するのはようやく12世紀になってからであり、経済的には西欧諸国との結びつきも強く、その歴史は大変複雑である。東ローマ帝国にとって最初に脅威となったブルガリア帝国の歴史は不連続である。彼らは680年頃からバルカン半島北部に定住するようになった。 軍事的によく組織された勢力であった。800年前後には早くも東ローマ帝国に圧力を加え、813年にはコンスタンティノポリスを包囲するまでになるが、864年にポリス一世がキリスト教に改修し、ビサンティン文化を取り入れるようになった。ただし、東ローマ帝国との関係はその後も安定せず、927年には、 最盛期のオーシュメオン一世が皇帝を称して東ローマ帝国に敵対するとともにコンスタンティノポリスから独立したブルガリア正教会を設立する。しかし、その後を継いだペタル一世の知性に急速に衰退し、皇帝、サムイルの時代である1018年にバシレオス二世によって東ローマ帝国に併合されている。その後200年間、ブルガリア帝国は姿を消すが、 東ローマ帝国が解体され始めると判断を起こし、イヴァンアセン一世によって独立を勝ち取った。ラテン帝国に対抗し、イヴァンアセン二世の時代には帝国の領土は最大となるが、モンゴル帝国との戦争によって国土が荒廃、ニカイア帝国との戦争にも敗れ、1396年にオスマン帝国に占拠されるまで細々と存続した。 第一次ブルガリア帝国とビサンティン建築、ボヤナ教会左側の部分が二層式内設十字型の墓所制度を。ブルガリアの初期の建築について知られていることはないが、この地に定住したスラブ人にもブルガール人にも建築的な伝統はなかったとみなされている。ブルガリア帝国の首都となったプリスカとプレスラフからはバシリカやヒロマなどが発掘されているが、 これは彼らが残したものではなく、それ以前に住んでいたローマ人かビザンツ人による建築物であると考えるのが妥当である。ブルガリア帝国の建築活動が活発になるのは九世紀以降で首都プレスラフではシメオン一世によってビザンティン建築の伝統からはおおよそ異なった形式に見える円形教会堂が建設された。現在も 株構造が残るが、おそらくこれは、バシレオス一世がコンスタンティノポリスに混流した、アルメニア建築から着想を得た予言者エリアの、境界道の複製と推察される。また、それ以外のブルガリア帝国によって建設された、境界道は、典型的な内接十字型の平面を持ち、ビサンティン建築の影響が非常に強く、ブルガリアの独自性はほとんど認められない。シメオンの死後、 ブルガリア帝国は滅亡し、バシレオス2世によって、プレスラフは破壊された。皇帝サムイルによって、首都オフリドに移した帝国が一時的に復興され、聖ソフィア修道院の設立など、積極的な建設活動を行われたことが、発掘によって示されているが、この帝国も長くは存続しなかった。ブルガリアが、東ローマ帝国領となると、地方貴族らによって、 多くの教会堂が建設された。多くは木造天井のバシリカ教会堂だったが、ドームバシリカの教会堂も建設されている。この時代の建築物としては、11世紀後半に東ローマ帝国の将軍グリゴリオスパクリアノスによって創建されたバチコボ修道院がある。当時の規律書も伝えられている、この修道院の建物の多くは、 ポストビザンティン建築のものであるが、11世紀に建設された、墓所聖堂、および12世紀に創建された、アルヒアンギロス聖堂が残っている。12世紀に、コンスタンティノポリスの画家ヨアンニス・イビロプロスによって、作成された美しいフレスコ画が残る、墓所聖堂は、単老式二層構造の境界堂であるが、墓所となる聖堂に二層形式を採用することは、 以後のブルガリアビザンティン建築の一般的な形態となっている。フレスコ画の美しさから世界遺産にも登録されているボヤナの聖ニコラと聖パンテレーモン聖堂は11世紀ないしは12世紀に創建されたものでビザンティン建築ではリバイバルとなるクロスドーム形式の平面を持つ教会堂が主聖堂となっている。1259年に この境界道の西側にカロヤンなる人物によって、墓所制度が増築されたが、これも上下二葬式で、上階は墓、下階は礼拝堂として使用された。後期のブルガリアビザンティン建築ネセバルの全老者、ハリストス制度を、リラ修道院12世紀に再び独立した、ブルガリア帝国は、東ローマ帝国の衰退に乗じて芝叩く間に、領土を拡大した。 新たに帝国の首都となったベリコタルノボ周辺にはイバガセン2世の手によって多くの教会堂が建設されたことが知られている。これらはほとんどが地震被害によってダメージを受け廃墟と化しているが彼の知世の教会堂は内部がフレスコ画に覆われた内接十字型平面が一般的であったことがわかっている。メッセンブリアは国会貿易の重要拠点として 14世紀に最盛期を迎えた都市で、しばしば、ブルガリアのラベンナと呼ばれる。短期間ブルガリア帝国が支配した時期もあるが、中世のほとんどの時期は、東ローマ帝国の勢力下に置かれていた。14世紀以前の建築物は、6世紀に建設された旧大主教座教会堂と、10世紀内史は11世紀に建設されたアギオス・ヨアンニス・プロドロモス聖堂のみが、残る。 校舎は、荒石を積んだだけの無装飾な外壁を持つ内接十字型平面の境界堂で、ドームの高い鼓堂壁を特徴とするが、これは、後の時代の増築によるものと考えられる。14世紀以降に建設された境界堂は、アギオスヨアニスのような、素やなものではなく、外壁に対しても装飾が施された、豪華なものであった。 内設十字型のアギオス・ヨアンニス・アレートルギス制度、全能社、ハリストス制度、アギオス、テオドロス制度といった諸教街道には外壁に一松模様やジグザグの模様済みが施され、ビザンティン建築後期の特徴である外壁の装飾に対する意識の向上を伺わせる。全能社、ハリストス聖堂ではロマネスク建築の影響と思われる持ち送り棚の 装飾が施され、ナルテクス上部に、包茎の首楼が建設されているが、これは、国会貿易が、ジェノバの支援を受けたものであったこと、セルビアを経由して、西方の建築がもたらされたことに関連するらしい。ブルガリアで、おそらく最も有名なビザンティン建築であるリラ、修道院は、10世紀に、リラの繊維版によって創建された。ただし、世界遺産にも登録されている。 現在の僧院は創建当時の僧院とは違う場所に存在するポストビザンティン建築である。この修道院はブルガリア帝国の皇帝や貴族からの寄進を受けて発展し東ローマ帝国の援助や支援をほとんど受けることがなかったので純粋なブルガリア建築と言える。東ローマ帝国のあった時代に建設されたものは1335年に 建設されたフレオの塔のみで、最上階の礼拝堂には14世紀のフレスコ画が,が残っている。旧ユーゴスラビア圏は勢力域の変動が極めて大きい。初期の時代は東ローマ帝国領であったが、6世紀にはスラブ人の居留地となり、一部はブルガリア帝国領となった。バシレオス2世の時代には再び全域が、 東ローマ帝国領となるが、11世紀から、ゆっくりとその領土から切り離され、第二次ブルガリア帝国、ついで12世紀に成立したネマニッチアサ、セルビア王国が広い地域を占拠した。このような歴史的変遷を経ているため、この地域の建築の歴史もまた複雑である。マケドニアには、パレオロゴス町のビザンティン建築と密接不可分な建築物、 例えば世界遺産に登録されているオフリドの聖ソフィア聖堂や聖クレメンテ聖堂、ネレズイの聖パンテレーモン修道院、中央聖堂といった建築物が数多く残る。一方で12世紀以降のネマニッチ朝の建築のようにビサンティン建築とは異なった歴史を保持したものも混在しており、両者の違いをはっきりと区別する必要がある。 ネマニッチ朝初期のラシカ派建築、ステュデニツァ修道院付属精新女性堂彫刻で、縁取られた間口と持ち送り棚は、ロマネスク建築の衣装である。セルビアの教会堂建築は、主に3つの時代に分類される。第一は、ステファン・ネマニャによって創始されたネマニッチ朝初期の時代で、1170年から1282年までの間を指し、 修道院が多く建設されたラシカ地方の名を取ってラシカ派、あるいはコセルビア派などと呼ばれる。聖教会を奉じたセルビア王国は、ビサンティン文化の影響下にあったが、この時期の王国はアドリア海のラグルザやカタロなどを通じて、西ヨーロッパとの交易が盛んであった。加えて、第四回十字軍の派遣によって、東ローマ帝国の影響力が著しく低下したこともあって、 西欧の影響を強く受けた独特の建築を生み出すことになる。1168年にステファン・ネマニャが設立したクルシムラの聖ニコラ聖堂は内陣の左右に脇玄関を設けるなど、後のセルビア建築で一般的となる特質も見られるが、集め地のレインが積み候補を備えた末期ビザンティンの特徴を抑えている。しかし、1183年頃に建設された、 ステュデニツァ修道院の生新序制度になると、聖ニコラ制度と同じ単一ドーム形式の平面と、左右に脇玄関を備えるものの、構造はキリン紙作りとなり、土口や外部の持ち送り棚など、立面は完全にロマネスク建築の異常に準拠している。全体の構成もロマネスク建築のように細長く、ドームを高く作るようになっており、どちらかというとズングリした印象の、 リザンツ的な意象ではない。13世紀にラテン帝国が成立したことにより、西欧の影響が著しく大きくなると、ラシカ派の建築は、さらに端正なプロポーションを表現することとなる。ステファン・ウロシュ一世の起進により、1250年に建設されたソポチャニ修道院中央聖堂や、1290年から1307年にかけて建立された。 アリリエ修道院において実現された。ステファン・ウローシュ三世でチャンス期のために1335年に建設されたデチャニ修道院中央聖堂はラシカハマッキの作品で傑作と呼ぶに値する。聖教会によるものではなく、フランチェスコ会修道士コトルノビトスが設立した教会堂で入り口を彫刻で縁取る衣装、窓、持ち送り棚などは、 やはりロマネスク建築の特徴であるが、外壁の2色の大遺跡を交互に積んでいく手法は、特に北、イタリア独特のものであり、この建物がいかに西洋的であるかということを、大変よく示している。セルビア建築の最盛期ヒランダル修道院、中央聖堂セルビアをミルティンによる、準ビザンティン建築、グラチャニツァ修道院の付属制度を3層構造で、垂直性を強調している。 デチャニ修道院中央聖堂は、ロマネスクの影響の強い建築物であるが、実際には、当時のセルビア王国は、皇帝アンドロニコス2世位、パレオロゴスの娘シモニソをめとったステファンウロシュ2世位、ミルティンによって、かなり、ビザンツ化しつつあった。これが、セルビアのビザンティン建築の第二段階で、セルビアビザンティン建築が確立された時期であると言って、良い。 ミルティン王から皇帝を称したステファン・ウロシュ・ヨンセイ・ドゥシャンまでの間にセルビア王国はバルカン半島の東ローマ帝国領を軍事制圧し占領地から東ローマ帝国の建築家や義手を雇って多くの修道院を建立したミルティン王はステファン・レマニアによって開かれたアトス山のヒランダル修道院に中央聖堂を建立した1三百三年に建設された この聖堂は、まだ十分に研究された、建築物ではないが、純粋なビサンティン建築で、テッサロニキ、あるいはコンスタンティノポリスの建築家が施行したものと考えられる。神道の四隅に円柱を備える、伝統的な四葉型であるが、独創的な点として二つのドームを持つ、奥行きの深いナルテクスが付属する。アトス山でも重要な役割を担う修道院の中央聖堂として、 この構成はセルビアの教会堂建築にかなり大きな影響を与えた。1307年に建設されたプリズレンのリエビ社の生神庄教会はかなり変わった建築である。既存の三楼式場シリカの中に中央ドームをいただくややクロスドームバーシリカに近い平面の教会堂がはめ込まれており、このため新郎の部分が三楼で構成される。ドームは 中央の他四隅にも設けられているが、内部空間を特徴づけるものではない。外観を特徴づける一機の主楼は外ナルテクスの中央に据えられる。スタロナゴリチノンの聖女ルジェ聖堂も既存の建築物の内部に増築されたもので、中央に大型のドームと四隅に小型のドームを設ける。レンガと石を交互に積層し、黒あゾねを形成する手法は、 中央ギリシアのビザンティン建築に類似している。第2期末の最も重要な聖堂となるのが、セルビアの教会堂の女王と呼ばれる、グラチャニツァ修道院の付属聖堂である。この聖堂の平面は、基本的には内接十字型であるが、トンネルボールトで構成された十字の上に、それより短い十字平面の構造が乗り、さらにその上に十字型構造が乗る三層構造となっている。 壁面は、中央ギリシアのビサンティン建築と同じように石と剣士飾りを繰り返すが、全体としては垂直性を強く意識したものとなっており、ラシュカ派の伝統を強く意識したものになっている。モラバ派の教会堂建築ラザリツァ礼拝堂カレニチ修道院制新女制堂セルビアのビサンティン建築の第三の段階は、ドゥシャン王の死後、オスマン帝国に滅ぼされるまでの政治的に、 不安定な時期である。分裂したセルビア王国は急速に衰退し、ステファン・ラザレビチがオスマン帝国に降伏したことで、その属国となった。オスマン帝国はセルビアに圧力を与えていたが、セルビア北部のモラバ川流域は経済的繁栄を続けており、セルビアのビサンティン文化を守っていた。この時期に混流された建築軍を地名を取ってモラバ派と呼んでいる。 モラバハの主要な特徴は、それまでの建築にない外部装飾の自由さであるが、アトス山にあるヒランダル修道院の産業型の平面形式と、クラチャニツァ修道院の垂直性の高い立面を、組み合わせた造形は、保守的で、第二期建築の延長上にある。ラザル・フレベラのビチの墓所として1375年に、建設されたラバニツァの修道院付属ボズネ製にえ、聖堂は、 ドームを4本の柱によって支える山陽型平面で、外壁は、ネセバルにある、聖堂群に見られる横島、一松模様の模様済みのほか、窓に、額縁合い大使をくり抜いたバラ窓の装飾が、施されている。同じく、ラザルにより1378年に創建された、クルシェバツの宮廷礼拝堂になると、外部装飾はさらに洗練され、ますます華やかなものとなった。 しかし、平面はドームを支持する柱こそないものの、ラバニツァと同じく山陽型で、セルビアにおけるアトス山修道院の権威の高さを物語っている。王女、ミリツァにより、1417年に建設されたカレニチの生神女聖堂はモラバ派末期の傑作であるが、モラバ派による、こうした、装飾の起源はあまりよくわかっていない。マナシア修道院中央聖堂は、 ステファン・ラザレビチにより1419年に建立された。この教会堂の平面は山陽型だが、それまでのラシカ派の教会堂と異なり、教会堂の装飾性はほとんどない。外観は無装飾だが、城塞的な性格はこの教会堂に強い記念性を持たせている。キエフにおける最初の聖堂建築、ルーシ、すなわち現在のウクライナ・ベラルーシ・ロシアと、 東ローマ帝国の関係は八百六十年に北方の民族ルーシ族がコンスタンティノポリスを襲撃したことによって始まる。この時にはルーシ側の大敗に終わったがその後ルーシとして国力を蓄え十世紀にコンスタンティノポリスを襲撃した際には九百十一年に東ローマ帝国と非常に有利な通商条約を結び九百四十五年には ロースという国として承認された。キエフ大公国とキリスト教の関わりは、945年に、イーゴリコーヒオリガがコンスタンティノポリスを訪問し、アギア・ソフィア大聖堂で洗礼を受けたとされることに、始まる。この頃はまだ、キエフ大公国では、北欧神話の神々が崇拝されており、彼女の洗礼も、個人的なものに過ぎなかったので、しばらくの間は特筆すべき進展はなかった。 しかし、980年にウラジーミルが大公に就任すると、彼は国境として政教を選び、国民を強制的に政教会に改修させた。当時のキエフ大公国は西ヨーロッパをしのぐほどの経済的繁栄を享受していたため、東方政教の活動に伴ってかなり多くの壮麗な教会堂が建立された。 キエフを大都市に拡大した健康ヤロスラフ一世は、ヤロスラフの町と呼ばれた、市中心部に、聖ソフィア大聖堂、聖イリナ修道院、聖ゲオルギー修道院、不死教官、黄金門など、明らかにコンスタンティノポリスを意識した建築物を建設し、これによって、キエフの建築職人の技量は著しく向上した。建設された、 京界道の大部分は木造建築物であったため、今日それを目にすることはできないが、幸いにも最も大きな聖ソフィア大聖堂が現在に残る。聖ソフィア大聖堂は1040年に完成した巨大建築物であるが、17世紀に大きな損害を被ったために、外観はかなり変更されている。平面はビンティン建築では標準的な内十字型で、 これを三重の側廊が取り囲む形式となっている。キエフだけでなく、ルーシでは、以後も、円外式はシリカやスクインチ型などの形式は全く取り入れられず、内接十字型を採用し続けた。ヤロスラフ一世の死によって、キエフ対抗国の権威は次第に低下し、その建築活動も停滞したが、権力の分散は地方都市の発展を促し、ユーリー・ドルゴルーキーによって、 スーズダリがアンドレイ・ボゴリプスキーによってウラジーミル、モスクワなどが次第にキエフに変わる都市として成長していった。ノブゴロド公国旧政主権社会聖堂多設地域のため傾斜屋根を持つ教会堂となっている。12世紀にキエフ大公国から独立したノブゴロド公国はバルト海からコンスタンティノポリスを結ぶ交易路の途上にあり、ハンザ同盟との交易によって 古くから商業都市として潤った。また、ロシア北方へのキリスト教伝道の拠点としても重要視され、1052年には、キエフに習って、聖ソフィア大聖堂が建設された。この大聖堂は、キエフのものより一回り小さく、外周の周波楼にあるべきドームが省略されているものの、キエフと全く同じ内接十字型平面である。貴族による、 共和制に移行した12世紀以降も、ノブゴロドは、キエフの建築的伝統をもとに、活発な建築活動を行った。1130年に建立された、UDF 修道院付属制ゲオルギー制度は、内設十字型平面で、ファサードに壁画を持ち、キエフにあったセミハイル制度と同じ平面、立面構成である。1152年に建設された、 ノブゴロド近郊のネデリツァにあるスパソプレオブラジェーニエ、聖堂も全く同じ構成だが、これを建設した職人は、ノブゴロド出身ではなく、外部装飾については、ドームカブト、アプスに、ロマネスク建築特有の持ち送り装飾が認められる。ノブゴロドや、プスコフは、厚い森林によって13世紀から始まる、遊牧民族の侵略を受けず、その結果、ルーシの文化を守ることになった。 建築活動についても、その規模は縮小するものの存続し、ノブゴロドでは、ファサードの両側を低くし、傾斜屋根をいただく、独自の衣装を開拓した。1374年に、ワシーリー・ダニーロビチによって建設されたスパソ、プレオブラジェニエ製造は、その代表的な例である。プスコフの衣装は、中央道の周囲に低い周波楼のような、付属建物を設ける構成が発達した。 一例として、聖セ,セオルギー制度がある。ウラジーミルとスーズダリの建築精神所肥後制度を豊かな外壁装飾を持つ制度を。装飾の細部にロマネスクの影響が認められる。アンドレイ・ボゴリプスキーはウラジーミルをルーシ第一の都市にすべく積極的な活動を行った。この時期の美術はキエフ大公国の影響下にあった。それまでのロストフ・スーズダリ派に対して、 ウラジーミル・スーズダリ派と呼ばれている。建築活動も活発で、キエフの職人によって1160年に創建された、精神助修神大聖堂、を1158年に着工されたボゴリュー・ボボ城などが知られているが、聖堂は1185年に消失し、現在の聖堂は1189年に再建されたものである。ボゴリュー・ボボ城は一部が残るだけで、 全体像はほとんどわからないが、この城に組み込まれていた小型の境界道が現在に残っている。このネルリカ藩の生新女秘護聖堂は1165年に建設されたアンドレイコー公の活動を示す美しい聖堂である。創建当時は現在の聖堂の周囲に二階廊へ通じる吹きさらしの低い周保廊がネルリカ藩まで巡らされており、 全体の印象は少し異なるものとなっている。しかし、それでもなお、端正な外壁は完成度を物語っている。順次深くなっていく入り口や外壁に彫刻装飾を採用するなど、ロマネスク建築の影響が認められるが、これはウラジーミル大公国の建築がドイツを含む各国から招かれた職人によって建設されたためである。 クセボロド三世の知性になると、ウラジーミル・スズダリの建築はより装飾的なものになる。1197年に宮殿に併設して建設されたドミートリー宮廷礼拝堂は、ポクルフ聖堂とほとんど変わらない構成だが、壁面は連続する浮き彫り彫刻に覆われている。しかも、そのモティーフは、ほとんどがキリスト教のものでなく、世俗のもので、 主題にキリスト教を用いないのは他の地域ではほとんど見られない。ウラジーミル近郊にあるユーリエフ・ポウリスキーの聖ゲオルギー大聖堂は1471年に一層を除いて倒壊したがファサード全体をドミートリー宮廷礼拝堂以上の彫刻装飾で覆い尽くしていることで知られる。第三のローマ・モスクワ・クレムリンの生神女中心大聖堂モスクワの発展は 北方十字軍とタタールの区引きによる長い断絶の後に始まる。12世紀に植民されたモスクワは、最初は小さな要塞都市に過ぎなかったが、1300年頃に領地を拡大し、1326年にはルーシの不死教座を移転させるまでに至った。ただし、モスクワの建築が明確になるのは1400年以後のことで、 東ローマ帝国の滅亡がかなり大きな契機となった。というのも、東ローマ帝国の後継国家としてモスクワは、第三のローマを辞任したが、モスクワはその役割を引き受けるほどの建築的資産を、ほとんど持っていなかったからである。皇帝イヴァン三世は、1470年に、東海の危機に瀕した、精神助修身大制度の再建を命じたが、 モスクワの建築家によって再建されていた聖堂は1474年に倒壊した。このため彼はイタリア人建築家アリストテーレ・フィオラバンティの雇用を決定する。すなわちルネサンス建築の導入である。フィオラバンティはウラジーミルの旧ウスペンスキー大聖堂と同じ平面の教会堂を建てることを要求されたがルーシュ各地を訪ねてその伝統を研究しつつ、 ルネサンス建築の衣装を取り入れた。また、ドームにレンガを用いることで重量を軽減し、外壁を石灰岩で構成することで、内部の円柱の直径が必要以上に大きくなることを避けるなど、工学的にも優れた設計を行っている。16世紀には、グラノビータや宮殿が、ピエトロ・アントニオ・ソラーリオとマルコルフォーによって設計され、アルハンゲルスキー大聖堂が、 アレビシオによって建設された。14世紀にハンガリー王国の支配下から逃れたワラキア公国とモルダビア公国は東方正教を受け入れビザンティン文化を受容する最後の国となった。彼らはそれほど長く独立国として存続することはできず、1462年にはワラキアが1504年にはモルダビアがそれぞれオスマン帝国に降伏する。しかし、 オスマン帝国の直接的な支配は18世紀まで行われず自治権を認められていたため多くのギリシャ人がこの地に渡ってきた。小津や修道院の中央制度を正し当時ルーマニアに導入された建築は疲弊したコンスタンティノポリスのものではなくより高度に発達していたセルビアのビザンティン建築であった。1386年に建設された。 コズヤ修道院の中央聖堂はセルビア王国のモラバハ建築である。オスマン帝国に屈した後、ワラキアの建築活動は16世紀から活発になるが、1502年に建設されたデアル修道院の中央聖堂はモラバハによる建物でコズヤ修道院の中央聖堂とほとんど変わりない。しかしデアルの修道院はモラバハにはない装飾で飾られており、 当時、教会堂の装飾はアルメニアやグルジア、そしてオスマン帝国からの影響を受けていたことが指摘されている。ワラキアの教会堂は、ほとんどがアトス山の修道院に見られる山陽型の建築物であるが、モルダビアの場合は少し特殊である。モルダビアは、ハンガリーやポーランドを通じて14世紀まで西ヨーロッパの影響下にあり、16世紀には、 オスマン帝国の属国となった。このため他の地域では見られない変わった境界道が建設されている。1488年に建設されたボロネツの修道院の中央聖堂はセルビア起源の平面を持っているが、ドームの掛け方はかなりユニークで45度にずれた2連のアーチによって成り立っている。 この構造がどこから伝わってきたのかは不明で、今のところモルダビアの独自様式と考えるのが自然である。また、ボロネツのほか、モルドビツァ、スチェビツァなどの修道院の外壁に描かれた鮮やかな絵画は他の正教圏では全く見られない。スルブフリップ締め教会アルメニア人が芸術的発展を最も遂げたのは教会建築だった。ロマネスク建築の影響を受けつつ、 ビサンチン建築に先行して発展を遂げた。スラブ人は紀元前2000年頃にカルパティア山脈の東部に定住し、多くが現在のロシアへ投進したが5世紀から6世紀にかけてその一部がバルカン半島に向けて南下した。皇帝シメオンは870年代から880年代までコンスタンティノポリスで教育を受けており、この時期に アシレオス一世によって予言者エリアの聖堂が混流された。プレスラフの聖堂は、これを模したものと考えられている。ステファン・ネマニアの子ステファン・ネマニッチは、アレクシオス三世イアンゲロスの娘、エウドキアを妻としていたが、これをリエンベネツヤ統領、エンリコ・ダンドロの娘アンナと再婚。1217年には、ローマ教皇ホノリウス三世から退官を受けたため、初代退官王。 初冠王と呼ばれる。ミルティン王は、スコピエを制圧して、現在のマケドニア南部を軍事制圧し、皇帝の娘と縁組みすることによって、これらの地を合法的に獲得することになるが、彼はビザンツの宮廷文化に深く傾倒していた。それぞれ、コンスタンティノポリスのハギア・ソフィア、ハギア・エレーネー、マンガナのハギオス、ゲオルギオス、総主教官、黄金門に対応する。 シーマン号は聖ソフィア聖堂の設計者をコンスタンティノポリスの建築家と推測している。JA ハミルトンはドイツ建築家、あるいはこの地方の木造建築物からもたらされた遺書としている。JA ハミルトンはこれらの彫刻装飾についてグルジアとアルメニアの影響を示唆している。ありがとうございます。